注目のスタートです。シグナルに注目。
絶望さんいらっしゃい。お、ショーペンさん、今ね、ちょっと腕前が上がったんで強化をしていますね。666666。強化キット買うときに1個ずつじゃなくて10個ずつとかしてほしいな。選べるように。60とかいるときにね、60回押さないといけないですから。60回押してる間にたまに最大っていう方に指がいっちゃって、もう一回最初からすることになるんですよね。あと誰だろうな。タイヤの改造、僕もわからないですね。何やってるっけ。シャフトはもうスピードばっかりだな。スピードばっかりっすね。タイヤは、タイヤ、あ、これやってない。これはやってるはず。これどういう考えでこれやってるのかわかんないけど、かなり初期の頃にやったからな。あ、間違えた。あれ？なんか前はフロントはスポンジ、リアがこのスリックにした方が早いらしいって変えたんだよな。赤と青が6か。地道な作業だよな。赤黄色。あ、モーターね。モーターは一番影響でかいですもんね、速度に。なんかローラーとかその辺はとりあえずいいから、まずモーターをね星6にした方がいいみたいですよね。モーターと、あとなんだろうな、シャーシか、シャーシとかフロントステーとか。が影響がでかかったかな。
青と緑が6。イベント終了。ギアってでも影響あんまりなかったんじゃないかな、改造のね、改造の影響が。でも僕もまあ改造してるな。これで試しテスト走行してみよう。いや、僕は入ってないやつですね。入ってるやつ持ってないんですよね。欲しいけど。このこいつにひたすら挑まないといけない。そんなに速いんだ。しかし後ろのマシンも負けていない。レースの中盤戦、欲しいな。でもラスト1周1コース出来はいない。どのガチャで出るんだろう、あれ。1コースゴールイン。ゲームは大きいかな。注目のスタートです。スイッチオン。位置についてシグナルに注目。悪魔神が一斉にスタート。見事勝利したのは一番。シャイニングスコーピオンはあんまり見た目好きじゃないんだよな。早いから使ってるけど。今回出場するマシンはこちらです。 OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。ああ、僕もトリクル育てたいな。どっちが速いんでしょうね、レブと、その、ね、最高まで育ったら。ステージにもよるか。最大まで育てて、試してみたいな。どっちが。合ってるか。OK、それでは行きましょう。シグナルに注目。2台でのタイマーレースが始まった。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。シャイニングスコーピオン育て終わったらトルク育てようかな。
このイベントは期間限定だからね、急いでやらないと。抵抗大きいとか、大きさなのかな、ローラー自体の。抵抗とか書いてあったっけ、ローラーに。ちょっと見てみようかな。抵抗って摩擦？あ、これか、ローラー抵抗。234。こちらなんだ。あ、これじゃあ僕の場合って逆がいいのかな。ゴムはね減速しちゃうから、これ逆がいいのかな、もしかして。ちょっと付け替えてみようかな。ありがとうございます。到着で赤の星さんを作って、で速くなるかだよな。大きなハートありがとう。これ何なんだろう、大きなハートって。変わんないか。あ、でもニューレコードになってるな。ステーないとね、吹っ飛んじゃうんすよ。ステー外してみましょうか。でもローラーの前後変えたら吹っ飛ばないとかあるのかな。ゴールドターミナルはないっすね。ステー外してみようか。あれ飛ばないね。もしかしたら飛んだ飛んだ。ああ飛んじゃったね。飛んじゃうんだよな、フロントステーないと。この一番なんだっけ、スラストの低いやつを使ってるんだけど、ステー外してウィングつけます。めっちゃ不格好だな、なんか浮いてるけど。ウィング
速くなるかな。あんま変わんないか。変わんないね。0.1 秒ぐらい遅くなってるかな。でも改善してたっけ、このウィング。一応改造してるんだね。これも改造してるね。飛んじゃったけど、どうした？怖いな、飛びそうだったな今も。かなりギリギリなんだね。安定しなくなってきたぞ。これ飛んでるようだったらウィングつけた方がいいんだよね。早いのは早いか、こっちの方が。ただ何回かに1回飛ぶって感じか。535が最高っぽいな。ウィングも飛ぶようだったらウィングに変えるのもありか。あ、やりましょうか。みんなでミニ四駆ですよね。やりましょう、ぜひぜひ。部屋作ればいいのかな。
はいはい。5562ではない。5562。あれ？まだかな。もうちょっと待とうか。変わらないですよね。5560。あ、いけたいけた。アップダンサー機とか、これ僕のマシン絶対コースアウトしますよ。まあまあ一応これでやってみるか。絶対コースアウトするけど。いよいよレースが始まります。 OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。勝負の行方はどうなるコースアウトしそうだな。シャーシちゃんサーキットに合わせるかな。シグナルに注目。いよいよ早いね。あれ？ん？何今の？コースアウト。あ、芝か。芝か。びっくりした。いきなり止まったから。芝ってこんなに減速するもん。2人ともコースアウトだよ。2人ともコースアウト。止まったかってぐらい減速するな芝。一番下。絶対これもコースアウトするよ。今回出場するマシンはこちらです。それでは参りましょう。シグナルに注目。勝負の行方はどうなるか。
じゃあもう最初のカーブでコースアウトしてるのも見えちゃってるもん。もうネタバレしてるもん。多分ね、ストレートコースじゃないと飛びますよ、僕の。まあ一応、カーブ用のもあるけど。あら、ぶっ飛んでるよ。バウンド？スタンプギフトってなんだろう。僕のミラティブのことよくわかんないんですけどね。試行錯誤してみる。超速グランプリ用の設定だったらまあワンチャン飛ばないかな。バーニングサーキットだっけ、あれ用の設定だったら飛ばないかな。客工場でいいか。
だ走らせますよ。あれ重くなっちゃってるな。どうした？重いな。なんかなちょっと前から、ね、ちょっとなんか重いっすよね。これまでは結構夜重かったんだけど朝も重いな。エリカさんいらっしゃい。今回出場するマシンはこちらです。弾速グランプリ。それでは行きましょう。こんにちは。今ね、ちょうどこれでスタミナ使い切っちゃったかな。シャイニングスコーピオン育ててます。重いね。どうしちゃったんだ。またサーバーかな。若干重い。ガチャでも引きますか。引けるかな。2回引けるね。調音してみよう。
郎さんも走らせないかな。スタミナも使い切っちゃったことだし、この辺で放送終わろうかなと思いますけど、放送するんで、よかったら遊びに来てください。お疲れ様です。